人の執念は質素で、とても自慢できるようなものではありませんでした。けれども多くの仲間に祝福され、幸せをかみしめたのでございます。藤吉郎殿はあらかじめ組んでおいた木材を川に流すという策略で、とうとう角又築城を成し遂げてしまったのです。喜ぶ夫の姿に私も感無量でありました。信長様は長年の悲願であった美濃を手に入れられました。それは同時に斎藤道三の仇を討つことでもあったのでございます。浅井長政殿とお市様はそれは仲睦まじい夫婦であったと聞いておりました。戦国の定めとはいえ、お市様の心中を思うと切ない気持ちがいたします。信長様の突然の死は、これまで懸命に勤めてきた秀吉に大きな衝撃を与えたようでありました。しかし、悲しみと同時に信長様の意志を受け継ごうという思いが秀吉の中に芽生えたように私には感じられたのです。織田家中の結束の強さを見た信長様は、ようやく花開かんとする天下布武の夢に思いを馳せておられるようでありました。秀吉はどうやら信長様への謀反を決意したようでございます。私も秀吉を信じるのみと固く誓いました。秀吉は柴田殿との戦についに勝利いたしました。織田家の家臣として共に苦労した中でありながら、このような結果になろうとは。秀吉も複雑な心境であったと思います。